てかさ、みんなさ、最近喋ってないなみたいな友達おらん？なんか一時めっちゃよく喋ってたのに最近喋ってないなみたいなダチおらん？でもなんかかといって自分から連絡するほどの何かってないよなみたいななんかそのただ漠然と、うん、なんか最近喋ってないし久しぶりに喋りたいような気もするけど、でも別に連絡するほどの用事もないしさみたいな。というわけで、あれ私のことかなとか、あれ俺のことじゃねと思った犬の友達連絡してきておるかって。そんな貴様たちはでも友達じゃないから貴様たちは別にあのダチじゃないから連絡は全然してこなくていいんですけど、犬の友達な気がしてきた。ああそれも気のせいです。全然気のせい、なんか名前しか知らんしまあとはいえよ、なんか確かにね、なんか貴様たちとは本当にほんま喋らん友達より喋ってるもんね。なんかどう、なんか不思議な関係よね。だからさ、じゃあ私たちはどういう関係なのよ。いやもうそれはもう我々はだから一配信者とリスナーという関係でやらせてもろてますけど、マジでやめてください。すいません。うん、ビジネス俺と LINE 交換ワンチャンある？いやワンチャンない。ノーちゃんノーちゃんいやなんかさ、そのなんで私が今その配信上であの最近話してないダチ連絡ちょうだいよって呼びかけたかっていうと、最近喋ってないかったなみたいな人とすんごい久しぶりに話したりすると、この間朝の配信でなんかの話してたよねとかなんか配信でこの間これこれ言うてたよなみたいな言われたりとかすんのよ。なんか配信は見んのになんで連絡してこへんのって。おいなんでね、なんでなん、配信見て連絡してこへんなんで。友達いるアピですかあー心がすさんじまってよ。どうした、話聞こうか。友達コメントして満足してんのかも。え、コメントしてんのちょっと、一対一はきついってことえ、私と喋んのがだるいからってこと犬と喋んなだるいけど、まあ、犬の声ぐらいは聞いとこうかなみたいな感じ。そういう感じね。二人だと恥ずかしいんじゃねなんでダッチが二人で恥ずいねん